ケイタをフミちゃんにいいとこ見せたいだけだにゃ。ケイタくんすごいね。ケイタくんと一緒ならなんとかなるかも。そういうのいいから戦え。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、逃げたフクロウを追いかけよう。こっちか。さあ、ケイタに変わったからチャリが使える。なんかその辺に妖怪がいっぱいいる。かなりびっくりなんですけど。その辺、妖怪がうようよしてるよ。これは、いたー。いたー。全然いるじゃねえか、ここに。不気味すぎる。悲しみの怨念獣、神魔軍人フクロウ。おー、姫はどこに？姫、私のことじゃなかった。そっちこそウサピョンを返してください。んってウサピョンどうなった？話通じるの今。って、あんな様子じゃ答えてくれそうもないですね。あの声、とても悲しそう。なんとかしてあげなくちゃ。うん。稲尾さん、ふみちゃん、危ないって思ったらすぐに逃げてね。いやいや、逃げたりしませんよ。こういう時のためのとっておきがあるんです。バトルのサポートはこの私にお任せあれ。あんなでっかい口の妖怪なら、あれが使えるかも。何あれって。口の中に爆弾とか。うわ、今度は何するつもりなんだろう。ケイタくんたちって、いつもこんな風に妖怪と戦ってるの？いつもじゃないけど、たまにこういうことに巻き込まれるかな。そうなんだ。怖くないの？友達妖怪がいるからね。おやおや、嬉しいことを言ってくれますね。ウィスパーとかもんけどね。ケイタをフミちゃんにいいとこ見せたいだけだにゃ。ケイタくんすごいね。ケイタくんと一緒ならなんとかなるかも。そういうのいいから戦え。フクロウさん、今助けるから。ちょっとかわいそうな感じよね、フクロウ。なんかいい仲間になりそうな感じがするんやけどな、フクロウ。とりあえず頑張っていきますか。なに、ふみちゃんはサポートで出てくれてるの？なるほど。良きだね。あー、待って。なにこれ？なんだかすごい攻撃が来そうですよ。やめてよー。吸い取れない。腹黒むやみ化けやの。なに？むやみに何かするのやめて。戦闘アイテムってこれを送っときゃいいかな。なに。どこに何？あ、ここに届く？必殺ゲージマックス。お、充電満タンの陽電ストーン。こいつを吸ったらどうなる？吸うの？どういうこと？何これ？何をどうやるのこれ？あ、それをあいつが吸い込めばいいってこと？あ、そういうこと？ちょっと待って。みんな変化やった。お届け完了。羊毛石鹸が届きました。すごいぬるぬるらしいです。だから何なの？ちょっと待って、白熊、はい、おいで。羊毛石鹸、これ特売商品出てるじゃん。これみんなに送っとこう。何やるじゃん。何？羊毛爆弾を食べると体の中で消えます？やばくないですかそれ。吸い込んだらどうなるんです？それはちょっとわからない。ちょっと待って、怖い。怖い。吸い込まれる。やめて、助けて、吸い込まないで。ああ、やば。フロウさんのお腹ブラックホールだったんですか？吐き出され。俺の出番か。この辺のを吸い込んで。ああ！ちょっと助けて。羊毛石鹸吸っちゃった。まずそう。これよ、これ。それを吸い込んで、それを。めっちゃいろんなもん。送ってくるやん。ああ、怖いよー。何これ？激辛洋辛子吸った。おっそんなもんだ。なんかお届けに参りましたって言えるけどあ、お金いい感じや。いいねいいね。とりあえず私らが直接戦うっていうよりは、なんか送ってきよる者たちを吸い込ませてやっつけるって感じか。やった!元の姿に戻った!解放された。どす黒い妙な力。黒い怨念の。え?黒い怨念?ん?このまま消えゆく運命か。最後まで役立たずなままで。え、死ぬの?待って!諦めちゃダメだよ。こういう時どうしたら回復はもうできないの?ふみちゃん。そうだ、このウォッチの力があれば。おお、これは仲間になる?癒しの力だと。私なんかを生かしてどうするつもりなんです。え?どうするつもりとかそういうことじゃなくて、ただフクロウさんにはまま消えてほしくないなって。だってフクロウさんは姫を探さないといけないんでしょ?もういいんですよ。私の事情なんて気にかけなくとも。あなたのおかげで、主には私の思いだけは伝えることができたんです。まあ結果はこの通りですが。ウサピョン探してたんだった。ちょっと、うちのウサピョンはどこにやったんですか?あの小動物の妖怪ですか?実はあれから記憶が曖昧で、どこかに置いてきたような気はしますが。ノーヒントっすか?まあ、いっか。それじゃあ私はウサピョン捜索を再開しますね。委員会。よーし!待ってるウサピョン。絶対に見つけ出してやるから。なんでヒーとかなったのフクロウ。あ、行っちゃった。ね、どうするのフクロウ。フクロウのことを任せてもいいかな。私は他の妖怪たちを見てくるから。わかった。気をつけてね。それと、ケイタくんはふみちゃんのことよろしく。ウォッチ使いになったばかりだし、ふみちゃんだけ残せないからね。うん、任せて。でもまあ、もうあっちには戻れんよね。よくぞあの場を収めてくれた。うん、なかなか見どころのあるウォッチ使いだ。すごいでしょ。どうしてお前が自慢げなんだ?お、ああ、来た。主天童子様。まさか助けられとるっていうのね、最悪。あなたも妖怪?フクロウも最後の最後で役に立ったじゃないか。ひょっとしてあなたがフクロウさんが言ってた主さん?しかと見ました。妖怪たちを救い、盗撮するその力。あなたこそ。姫に違いない。みんな点やけど、姫ではないだと。洞穴、撤収だ。はい。全然役に立ってなかったし、なんかすげえ恥ずかしい感じ。なんだったの?あ。ほう?ウォッチ使いとやらが力を合わせると、こうも大きな力となるのか。おいおい。しかし、扉ってのが開いたのも、俺たちの暴走も、みんなこいつのせいか?いえ。扉は渡してはありません。暴走させる力については。まあそうよね。カイラ様の話じゃ、こいつにそんな力なかったはずだ。隙を突かれたとはいえ、迷惑をかけてしまったな。いや、我らの油断だけではない。もっと邪悪な力を感じる。邪魔するぞ。その通りだ、雷神。この一連の事件は、確かに主天童子たちが発端だ。カイラ様。うん。連中が無理に扉をこじ開けたことで、事情を知らない妖怪が紛れ込む事態となった。世界の扉については、厳重に管理させてもらう。今回のような騒動がもう起きないようにな。よかった。未来妖怪トラブルが続いたら、俺たちだけじゃどうしようにもないしね。ししかし、酒呑童子たちは扉を操作する力を手にしてしまった。他にも存在するであろう扉を使い、再び世界を超えて厄介事を起こすかもしれない。はた迷惑な奴らなんだから、これからも気をつけないと。おい。ところでそこの少女。新たな落ち使いとして目覚めてやるな。その手にあるのはエルダか。エルダに選ばれし者もまた、いくつもの世界を超えて、世界に光を取り戻す役目を持っている。うん。予言にある伝説の落ち使い。お前もその一人なのだろう。カイラ様、予言書にあった新たな災厄というのは。それって、俺たちがなったあの構想のことか？おそらくはな。新たなる災厄の目覚め。これは酒呑童子たちが原因ではない。もちろんお前にも、そのように疲れがないことなど分かっている。ここより未来の世界で私は見たのです。まがまがしい黒い怨念のような何かを。それを見てから、私はおかしくなってしまったのです。力を得る代わりに心の正義も失う。あの時の私はそのような状態だったのです。黒い怨念だと。やはり予言書の。お前はその存在に利用されてたかもしれない。だがこのような騒ぎを起こしたその罪は重い。妖魔界への反逆行為として、お前に厳重なる処罰を。ねえ！待ってください。この人の、フクロウさんの処罰をやめられませんか？ん？大王たる私に意見するか。この人がおかしくなる前に少しお話をしたんです。自分が仕えている人の役に立ちたいって、その人は悪い妖怪だったのかもしれないけど、大切な人のために一生懸命頑張るのって、絶対に悪いことじゃないと思うんです。お願いします！カイラさん、お願いします。フクロウさんを許してもらえませんか？ここの友達妖怪になるとかそういう。しかしそういうわけにもいかない。罪は罪だ。たとえその思いが悪ではなかったとしてもな。そんな。まあ、しょうがないよ。法律違反したら捕まるっていうようなもんやけんね。ちょっと厳しすぎるよ。みんな大変だったけど、なんとかなったじゃん。結果論だよ、それは。お前たちしつこいぞ。カイラ様が決めたことは絶対だ。ああ。いくらウォッチ使いの頼みでも、この者への処罰は覆ることはない。もう十分です、ウォッチ使いの皆さん。どのみち、私にはもう行く当てがありません。処罰により消されてしまうなら、せめて罪を償ってから消えたいのですが。行く場所はここにあるじゃないか。おい、一体誰がお前を消すと言った？私たちはお前の暴走を流した黒い怨念とやらの正体を調べる必要がある。直接取り憑かれたお前は貴重な手がかりだ。調査員として協力しろ。それも処罰の一つだ。覚悟するんだな。妖魔界でいくらでもこき使ってやる。覚悟するんだな。命を助けてくれるんですか？よかった。ありがとうございます。感謝などいらん。それがこの者にとっての償いというだけだ。根はいい人そうやもんね。フクロウさん、私応援してます。だから、妖魔界でも頑張ってください。ありがとうございます。フミさん。それでは失礼する。30年前の妖怪たちよ。さらばだ。世話になったな。お達者で。ああ。達者でな。今度は土産を持って遊びに来いよな。これでフクロウは妖魔界に行ったんか。ってことは、もうまあ仲間側になったっていうことでいいんかな。いやー、ふみちゃんのおかげでなんとかなったね。にゃー。ケイタデレデレしてるにゃ。フクロウの件も無事に解決したし、あの時のふみちゃん頼もしかったね。でもさ、惜しいよなー。あの子夏休みの旅行とかで来れないんだろ。一緒に探偵団やりたかったな。おう、じいたん。じいたん、新しい仲間、スカウトだぜ。ん？何？また？ああ、ふみちゃん。ケイタくん。旅行は？ふみちゃん？どうしてここに？旅行はどうしたの？パパにお願いして伸ばしてもらっちゃった。私も妖怪探偵団に入れてほしくって。妖怪ウォッチの使い手として私にも手伝えることがあると思うから。おーい、一員になるの。つまりこれって、私は自分のお父さんとお母さんと。おっと。それ以上はダメです。危ない、また透明になっちゃう。おお。またウォッチ使いが妖怪探偵団に入ってくれるなんてな。心強いぜ。そうだね。大歓迎だよ。うんうん。大歓迎。ゆみちゃん、ようこそ妖怪探偵団へ。こういうつながりで結婚していくってこと。なるほどね。よろしくね、ケイタくん、みんな。ふみが妖怪探偵団に加わった。まあね、妖怪つながりとかなかったら、なんか分かり合えそうにないもんな。よろしく、キャッホー。にゃー。ケイタ浮かれすぎだにゃ。やれやれですね。お父さんとお母さん仲いいな。ちょっとくすぐったい気持ちだけど。これが始まり的な。あ、そういえば。ん？どうしたの、トーマン。稲穂ちゃん、ウサピョン見つけられたかな？一人で探すって言ってたけど。あ、ほんとに忘れとった。そういえばあれから見てないや。絶対助けるって言ってたもん。大丈夫でしょ。桜台小学校。あ、稲穂。ちょっと待って、うさぎ小屋。もうお昼だに。誰も助けに来ないなんてひどいだに。稲穂。うさぴょんみーけ。なぜそんなところに。てめー。遅すぎだに。全然見つかんなくってさ。結構わかりやすい場所なの？ちょっとコンビニとかやってたけど黙っとこう。まったくだに。本当に探し物下手くそだにね。そんなんだから妖怪ウォッチもなくしたに。妖怪ウォッチはどうするんすか？でもだに来てくれると思ってただに。ありがとうだに。まあ、こっちも無事解決ってことか。よかった。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、次回からまた新しい章に突入ってことかな。ふみちゃんも仲間になったことやし、より一層心強くなったね。